皆さんこんにちは、橋本のどかです。私は今から私の地元福岡県八女市に約3年ぶりに帰ります。帰っちゃいます。はい、ということで動画回せるところだけになるかと思いますが、回していきたいと思います。それじゃあ皆さん行ってきます。はい、ということで福岡に帰ってきました。みちおが迎えに来てくれました。お久しぶりです。久しぶりです。今からみちおの運転で八女に帰ります。久しぶりです。ででん、むっちゃんまんじゅう。私の配信でもたびたび出てきたむっちゃんまんじゅうを、どこだ、木山パーキングエリアでみちおに買ってもらいました。中身は半メイクです。ずっと食べたかった。いただきます。帰ってきて夜ご飯を食べました。ちなみにこの動画は今動画撮ろうと思って、こうなんかこうリモコンとかいろいろ重ねてなんか土台作ってたんですけど、まさかの道代から三脚が出てくるという母の三脚をお借りして動画を撮っています。ちなみにこれはおじさんからもらいました。あ、実のおじからもらいました。今からお風呂に入ろうと思うのですが、順番待ちです。お風呂も順番待ちです。あ、プリン食べよう。そうだ、ででん。これは私の大好きな福岡県八女市にあるエスカルゴというケーキ屋さんのプリンです。これが美味しいんです。どうしてもこれが食べたくて、母みちおに買ってもらいました。食べましょう。せっかくなので。いただきます。お帰り。いただきます。マスクしてた。プリン食べる？いらないって。シュークリームもあるよ。いらないっていただきます。この三曲誰のと思う？正解うちの父と母のコミュニケーション、のどかがいるから、のどかがいてコミュニケーションが取れる夫婦、それが橋本家の夫婦。うまっ、おいしい。太郎さんが興奮してる。太郎さん、美味しい。いや、これ濃厚だよね。
今度はおじいちゃんの登場です。でみんなうちの家族足引きずってるんだけど。みんな足引きずってんだけど。みんな足引きずってんだけど。どうした？でした。ねえ、みんな食べる飯ば。もう食べたのよ。食べたっかじゃねえ。それあんたんと。もう待ちきらんかった。食べたよ、もうみんな食べたよ。あと、じいと、ようちゃん。弟。3年ぶりに帰ってきたお姉ちゃんの電話にも出ない弟。すごいね、たくちゃんは、上着は黄色だし、顔は真っ赤。ビビッと。ビビッとカラー。放送しよらん。わからん。なんか取っとったら使えるかなと思って。みんなし。わからん人に夏にしようかって話になる。どうしたみんな。無理せんごと言ってあげて。待って、誰かと電話し始めて。もしもーし。いや、このプリンの何が美味しいって、知ってる？知ってる？このプリン。今ちょっと、まさに言ってる気じゃん。うん。このプリンの何が美味しいかっていうと、大丈夫。このプリンの何が美味しいかっていうと、このね、つく部分、見てください。何なんだろう、これ。カラメルじゃないよね。でも水飴でもないよね。でもなんか水飴っぽい感じ。なんだろう。ここがね、美味しいの。他のプリンにはない、この底部分。美味しい、美味しい。美味しい、美味しい。これが美味しいなぁ。もうね、この味は何年も変わらない。このプリン大好き。ずっと食べたかった、このプリン。ごめんね、ずっとおじいちゃんがうるさくて。終わった。のどこじゃん。はい。そこに、カモメの水平さんじゃないか、お前、じゃあこっち、携帯さん。ああ、はい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 。あの人の手帳が手になった。手帳？うん。ご先祖さんやろ？現場より先のところにさ。お嫁さんだよ。お嫁さんだよ。それがあれを出た。何の話？いや、すごいなって思ったけどさ。え、要するにじいちゃんのお父さん？おじさん、うん、が中国で戦死して、そこでその遺品として手帳が今何十年も経った今出てきたと。ほうほうほう。その遺品がだそうです。うちに届いたと。うん、たどりついて届いたと。うん。で、これいりますか？うん。言われて、その、おじいちゃんの弟が、うん。もらいに。新聞に載せんね。うんうんうん。で、その新聞を探しに行った。今なんか取りに行った。初めてのおじいちゃんのお尻登場。なんかガシャガシャ言ってるけど。うーんとね、探してる。そして福岡は寒い。来たほら来たほら来たほら来た。ほーら来た。今月の。すごい。うん。それは吉人さんの。吉人さんって誰？その兵隊さん。兵隊さんは誰？橋本吉人。誰？もう写真のいいじゃん、こっちやって。
私の何？ああ、じゃあね。じが、じのお父さんの兄弟の一番下の人。じのおじさん。な、あ、じのおじさんだ。じのの手帳。うん、それから。中国から。すごい英語。うん、英語も。誰かのサインあるよ。うん、ボロボロだよ、うん、本当だ、住所書いてある。なんて書いてあるか一応わからん、うん、そっけん、何て書いてあってわからんもんね。あなたも先生、これ要するにポエム。え？だってタイトルとなんかだって文字が書いてある。赤い睡蓮。それから、それから、みそっと、島歌。って話は、忘れておきたくて。やばい、撮ったよ、これ。うん、だってよ、えほら、ほら、そう。これまた違うって。なんかまた出てきた。足元久し。何それ。金賞すごい、なんか手書きの少女。富士山と富士山登ったよ。急に手書きの富士山登ったよっていう少女。おい、頂上まで頂上まで登った。おい、登って、あの杖まで持ってんじゃんか、杖かな。ちょっと世界観が急になあ、急にだって戦時中の話から急に富士山登ったよ。いや、こんなあったの。すごい手書きの少女。ありがとう、見せてくれて。おいね、ちょっと見せとこうかなと思って。うん、2枚あるよ。これはすみれさんもた。うん。一緒。まあね。この人は頂上まで伸ばした。7合目まで。うん、俺は？ん？俺は？俺は頂上ですから。お前見せとこうかなと思って。うん。これはどこに書いてある？事件は。うちに置いとっちゃうね。置いとかんね。ん？置いとかんね。いや、資料館中ってやるわけ。ああ、ああ。うまとけ置いとくと、もう綺麗になるぜ。そう、大事にしとかんね。そっちも。すごいね。うん。入れちゃろ。これかわいかった。ああ、入れとく、入れとく。あんたご飯食べんでよかったの？おごられるよ。また怒られる。もう一人、あんたが怒ったけん、ばあちゃん元気なことやろ。あ、なんもない。あはは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 は